お母さんを楽にしたいし、お母さんに勧められたからです。やりたいことは決まっていなかったし、お芝居なんて別世界のことと思ってたけれど、時代たちも英語も好きなので飛び込んでみたらすごく楽しくなりました。喋るのは苦手だったけど、今は前よりも喋るようになったと思います。全部の授業は好きです。とにかくどの授業も楽しいので、生き生きはやりたくないと思います。褒められたり怒られたりもするけれど、できなかったことができるようになるととても嬉しいです。佐藤です。たくさんの人がいて緊張もするし、周りの人を見て自分がどうするかを決めていけないので、すごく緊張します。監督さんの動きの指示でいろんなところに動かなきゃいけないので大変です。